多分最後ティナリー引いて終わってるから、割と70連ぐらいは何も出ないと思うんだけどね。来た。よし。どっちから行こうかな。ここみから行こうかな。あれ？あれ？なんか俺ティナリー引いてからまあまあ引いてね。ちょっと待って。なんか思ってたのと違うな。ティナリーが1とする前にコレイの貫突のために引いてたのか。え ?13?13×1、2、3、4、5。え ?65 連 ?67 連あれこれは出ちゃうんですけど。まあでもすり抜けて、すり抜けて、いや、じゃあ、まあ、これ仮にココミが出ちゃったとしたら、次星5出ないぐらいのところでチキンレースするわ。まあ、トリマ、ヒコ、ココミの方で。終わった。いや、でもこれですり抜けたらいいんですよ。すり抜ければいい。で、ギリギリまで耐える。とりあえず。ギリギリまで。てか、すり抜けろ。お、ドリン来た、ドリン来た。でもあれどうしよう、なんかどうすればいいか分かんなくなってきた。だんだんドリーは来た、ドリーは来ちゃった。え、俺この配信終わっ、あ、いや、でもどの道、まあ、こっからあの配信お疲れ様、ちょっと待って、あれ俺ティナリ引いて終わりじゃなかったのか。サムネは釣りですか？いや、サムネ通りのことはしましたよ。ちなみに。二突でもちょっと気になるな。貫突はしないよ。じゃ、とりあえず、星5が出ないギリギリを攻めていきます。まあ、10連はね。でも星4はワンチャン10連で3体出る可能性あるからね。まあ、50連までは、まあ、パパッと引いても多分大丈夫だと思うんすよね。出ないと思うんすよね。よし。なんならまあ、仮に出ちゃったとしても早めに、すり抜ければいいんだよな。ココミが出なきゃいいんだよな。やばい。出ねえ。40連で1体。40連で1体。いや、そんなもんか、でも。まあ、そんなもんか。あ、ちょ、もう一体。俺、ちょ、二突したい。二突ノルマ。目標。人二砲出させて。いや、でも、50連で2体って考えると、まあ、結構、いい感じになった。待って。あとでも10連ぐらいしかちょっと回したくないな。これで50連目だもんね。ここ見ててから。そろそろなんか出ちゃいそうで怖いけど。まあ、でも俺、あんま出ないからな。星5いつも。天井まで出ないから。よし。まあ、なんか、奇遇だった。それ考えるの。やばい。いや、でもまだいける。あと10連はいけると思う。普通に。60連目だもんね。ここでドリーが出れば平和。もうチキンレースとしては一番いい形で終えられる。あー、行くわ。いや、この3回の武器、それぞれピックアップキャラ1体ずつになってくれれば、マジで平和だった。いやー、でもあと10連はいけるか、でも。あと10連は大丈夫か。70連目からちょっときついもんね。出ちゃうもんね。星5。あと10連はいい気がする。俺の今までの運的に、統計を考えると、まあ10連は回しても多分出ない。そこでドリーが出なかった時が怖すぎる。一回10行くか。一回10行こう。多分ここまでは通常運転。ほら。うん。そう。そういうもん。これちょっとやばいわ。もうアウトじゃん。てかもう。もうダメじゃん。終わりじゃん、これは。だって出ないじゃん、もう絶対。単発で引いて。星4。どうせ星5出るよね、もうこれは。すり抜ければいいけど。積みだよな。3回ぐらい引く。3回ぐらい引いてみようかな。え、これ、何連で何パーなんぐらいなんだっけ？いや、これ星4出る確率より星5出る確率の方がもはや高いんじゃないの？人二砲気になる。結局俺84連で2体。75から爆上がり。じゃああと1回大丈夫か。お、ちょっと待って。ワンチャン。なんで北斗。あー、ダメだもう。これは。おしまいだー。両手剣雷。まあ実質通りみたいなもんか、もう。反突してる人の配信後で見に行って、人二砲見てこよう。